斉藤さん、まず初日お疲れ様でした。ありがとうございました。しっかり、まあ、秀吉さんとワンツーでしたけれども、そうですね、もうそれが一番落とします。まあ一走した分で掴めたものというのはどうですか。まあバンクの感じと、まあ、自転車の感じも掴めたし、うん、体にも刺激入ったので、はい、よかったのかなって感じです。ちょっとね、その松山記念がそのまあ腰とか良くないという中で、そうですね、まあ腰ちょっとあんまり今回も、まあ、前回ほどじゃないですけど、うん、ちょっと気になるんで、はい、まあある程度そのケアをして立て直して、ケアをしてって感じですかね、はい。じゃあ現状やっぱり万全には遠いという、ちょっと遠いですかね、はい。今年に入ってからもそういうのが続いている感じですか。そうですね、もう去年のケリー祭ぐらいからもうずっとあんまり良くなかったんで、それがずっと続いている感じですかね。良かったり悪かったりで、なかなか、はい、安定はしてないですかね。ちょっとそのいい状態に戻せるかどうかっていうとどうですか、これから先。まあどんどん暖かくもなってくるし、まあケアもいつも通り入れてるんで、まあダービーあたりでバチッとはまればいいかなって感じですかね。ちょっとね、先々、7月の熊本再開も含めてですけど、バンク練習がまあ5月あたり、そうですね、もうすぐ使えるみたいなんで、まあバンク練習も入れつつって感じですかね、はい。そこはやっぱりプラスになりそうなんですか。まあ絶対なると思います、はい、今まで使えてなかった分が使えるようになるので、はい、ちょっとね、そういったところも含めてですけども、ね、今回はちょっと辛抱、そうですね、まあ今は耐え時だと思うんで、しっかり耐えて、はい、頑張ります。はい、また明日、頑張って、はい、頑張ります。ありがとうございました。